今回は家庭でもできる中華鍋とフライパンの振り方を紹介します。家庭用のガスコンロと家庭用の中華鍋、フライパンでチャーハンを作りながら説明します。鍋振りは力が必要で難しいと思っている方も多いのではないでしょうか。ですが、ある一つのことを理解するだけで少ない力で鍋を振ることができるようになります。後半には中華鍋の手入れの仕方のリクエストがあったので簡単に説明したいと思います。それでは説明していきます。家庭用ガスコンロと家庭サイズの中華鍋に深めのフライパンを用意しました。この2つの鍋の振り方を説明していきます。まずは中華鍋から説明します。持ち手の握り方は下から4本の指でしっかりと握り込み、親指で上から押さえ込みます。テニスのラケットを持つようなイメージです。チャーハンを作るときは中華鍋をよく温めます。鍋が温まるまでイメージで伝えます。お玉を軽く上下に動かしながら、持ち手は逆の上下に動かすイメージです。お玉を前に出したら持ち手は後ろに引きます。これを繰り返すだけです。鍋から煙が出てきたので油を入れます。大さじ1強を入れました。油の上に卵を流し込みます。卵を少しかき混ぜご飯を入れます。火力は全開にします。このように鍋を大きく動かそうとするとうまくいきません。お玉を中央で回すようにして鍋を引いて戻すを繰り返す。お玉で手前に押し出すようにして鍋を引く。塩を一つかみ入れておきます。今度はお玉なしで鍋だけの振り方です。持ち手を小さな円を描くように回して鍋の取ったところにチャーハンを当てて返します。鍋を返すのがやはり難しければお玉を使って鍋を振るのがおすすめです。お玉を鍋の中央で回し鍋を引いて戻すを繰り返すだけです。次は普通のフライパンで説明します。お玉の代わりにヘラでやります。他にしゃもじや菜箸を使ってもいいです。ヘラを中央で回しフライパンを上下に揺すぐだけです。次はヘラで押し出すようにしてフライパンの反ったところでチャーハンを返します。フライパンを斜め下に傾けるとやりやすいです。最後にお玉の振り入れる場合はお玉を鍋の中心に待機させそのまま鍋を繰り返し振れば入っていきます。この時はほんの少し大きく強めに動かすのがコツです。このように鍋を振るときはお玉やヘラなどで押し出しながら行うことで小さい力で鍋を振ることができます。
慣れるまでは火を使わずにフライパンに塩や野菜のくずなどを入れて練習するといいですよ。このお玉やヘラで押し出しながら鍋を繰り返していくことを頭に入れて行えば、短期間で鍋振りが身につきます。チャーハンは炒めすぎてパラパラになりすぎたので、キャベツと卵のあんかけチャーハンにして食べました。あんかけチャーハンは過去動画にありますので、ご興味の方は見てみてください。次はリクエストにあった鍋の手入れの仕方です。何年も使ってない汚い中華鍋があったので、これでサビや汚れを簡単に落とすやり方を説明します。先ほど鍋振りの説明に使った中華鍋です。まずははじめに金たわしとクレンザーで表面のゴミやホコリを洗い流します。こんな感じで下洗いをしておきます。この鍋を火にかけて鍋についているサビや汚れを焼いていきます。この方法は狭いキッチンなどの家庭では危険なのでおすすめしません。環境が整っていない場合は鍋にお湯を沸かし重曹で洗うのがいいと思います。あとは鍋全体が焼けていく様子を見ているだけです。大体鍋の全体が焼けました。その鍋を流しに持っていき水で洗い流します。あとは金たわしでこすって洗うだけです。
こんな感じです。まだ汚れが気になるようでしたら繰り返し行ってください。今回は時間が長くなるので一度だけにしています。あとは鍋を空焼きしていきます。一度だけでしたが、だいたい表面がツルツルになっています。鍋が温まったら油を入れて慣らしていきます。これで鍋に油がだいたい馴染んだので油を切ります。これで鍋の手入れが終了しました。今回は鍋の振り方と手入れの仕方を紹介しました。鍋の振り方はコツをしっかりと理解して練習すればすぐにできるようになりますよ。コツさえつかめば当たり前のようにできるようになるので、まだ鍋振りができない方は何度かチャレンジしてみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。